はい。今朝のコメンテーターは、元外務省主任分析官、現在作家の佐藤勝さんです。おはようございます。おはようございます。佐藤さんの話っていうのはね、本当に具体的な話でね、面白いなぁともうんですが、はい。あの、首都エルサレム、はい。トランプさんが、え、えー、大使館いてんだって言って大騒ぎになってますけども、はいはい、あの、先日のニュースでね、 あの、東エルサレムだったと思いましたけども、1万4000個のね、住宅を建設すると。はい、いや、ネタニヤフさんはやること早いなと思いましてね。で、これ、あれですかあのー、もう、完璧に、 規制事実化そういう考えですね。そういうこと<の>ううですか規制を制すあの、もうあっという間に規制事実化しちゃうと。それ、東エルサレムって今まで、ええええ、あの、お建物を作ったりとか、ユダヤ人が、ええ、あの入ってくっていうのを抑制してましたから。ああ、そうですか。で、一気稼星にやっちゃおうっていうことでしょうね。1>, はーはー1万4000円くらいだったら、ええ、あのー、東エルサレムまだ土地ありますから、あと、ええ、地上屋さんみたいな入ってきますからね。は あのー、できちゃいますね。<laughs> そうですか。それで私ね、素朴に聞きたいんですけど、はい、前そのイスラエルのね、ドキュメンタリー番組見てたら、はい、あのイスラエルのね、なんかちょっとこう、お金持ち風の家のですね、はい、庭とか塀とかっていうのをね、パレスチナ人ら一生懸命作ってるんですよ。はい。えー、ああいう、なんか僕は、あの、いつも敵対してんだとばっかり思ったら、 あんな光景というのは珍しくないんですかえっとね、今はパレスチナ人はそこのとこあんまりいないんです。どうしたかというと、あの、ハマスっていう人たちが、あの、ガザ地区を占領してそこで、あの、テロを行うようになりましたからね。ベルリンの壁よりももっと高い壁を作っちゃって、人の流入をほとんど止めちゃってますから、今は今、庭市でいるとしたらアラブ人なんですけども、パレスチナ人じゃなくて、イスラエル人のアラブ人で、キリスト教と。 え、ちょっと待ってくださいよ。イスラエル人のアラブ人いるんです。キリスト教徒はい。あの、イスラエルのシェッケルってお札見るでしょはあはあ。そしたらね、ええ、ヘブライ語としてのアラビア語が書いてあるの。あ、そうイスラエルはアラビア語も公用語なんです。へ<ー>えそれで、イスラエルには、ええ、あのパレスチナ人以外に、ええ、アラブ人のキリスト教徒が結構いるんです。アラブ人のキリスト教徒ね、ええ、これはもう昔からいる。 アラブ人のキリスト教徒で、カトリックとかプロテスタントとか正教とはちょっと違う。5世紀ぐらいに分かれたね、古いキリスト教徒いるんです。それだから教会結構あるんです。わけわかんないですね。でもね、仲良くやってるんですよ、結構。あの、イスラエルってみんなびっくりするんだけども、金曜日の日没の瞬間からね、例えばエレベーター各界停止になるんです。どうしてですか火の大きさを変えたらいけないという大教の戒律があるんです。火って火です。ファイヤー それで電気もファイヤーなんです。<ー>それだから、休みの日は全部自動的に各家に泊まるエレベーターに切り替わるんです。<ー>だから高層ビールなんか何十分もかかるんです。50階とか行くのに。金曜の夜から。金曜の夜から土曜の日没まで。それで、レストランでユダヤ人は、<ー>あのー、戒律によって一切仕事したらいけないんです。その日お祈りしてないといけないんです。<laughs> <laughs> でも、世俗的なユダヤ人はお祈りとかしないですけどね。でも働いたらいけないんです。そうしたらね、<ー>ホテルとか、 運営できないと困るでしょああ<ー>、そうですね、そうですね。全員アラブ人になるの。ええー、だからシェフも、ベッドメイキングも、<ー>あの、フロアマネージャーも、フロントも全員アラブ人になる なんか随分際どいんですね、いろいろと。そうなんです。それだから、はあ、あの、一週間に一日分アラブ人の雇用が確保されてるわけなんです。よ逆に言えばね。給与も非常にいいですしね。あ、そうなんだ。だから決してアラブ人とユダヤ人いつも喧嘩してるわけじゃないわけなんですよ。はあ、で、一昔前と比べると、このパレスチナ人の数は減りました、テルの関係で。その分、例えば、昔は作業現場なんか行くとほとんどパレスチナ人でしたから、はい、今その分中国人ですよね。はあ、それから、あの、 あの、ベビーシッター、ええまあ。昔パレスチナ人だったんですが、今はフィリピン人です、ほと、ええ、んどん。はあはあ、そういう変化はありますけども、ええ、キリスト教徒のアラブ人とは、基本、あのユダヤ人たち仲良くやってるんです。じゃあ、あの外見上見ただけじゃ、この人は何の宗教なのかわかんない人全然わかんないです。 はぁ、あ、じゃあ、うっかりしたことできませんね。うっかりしたことできないです。それだから、はあはあ、あの、アラブ人だからって言って、これ拘束しちゃえっていうようなことで、ええええ、あの、もしキリスト教徒のイスラエルの、<laughs> あの、アラブ人捕まえちゃうと大変なことになるんで、はあ、この辺はね、非常にイスラエルの実は慎重なんですよね。はあ、それからパレスチナともともと仲悪いわけじゃないんです。かつてはアラファトさんともすごく仲良くやってたんです。一時あやりましたね、手打ちになったことが。問題はこのハマスなんですよ。 要するに、イスラエルは、パレスチナを認めてないわけじゃないんですね。ええ、実自治政府もあるし。るところが、このハマスという人たちは、イスラエル人は存在したらいけないと。ああユダヤ人を消し去るっていうことが目的ですから、ああこれ対話以前の話ですよね。ねまず、大前提として双方を認め合うっていうことが必要なんですよ。うんええええ、そうか。じゃあ、うんと翻って考えれば、あの、平和に暮らす、 要素もあるということですね。もちろんそれは可能なんです。だからそれから考えるとね、今、あの、トランプさんはアメリカの内政中の理由で、おちょっとロシアゲートがやべえなと。ええ、俺のコアな支持層のような、新イスラエルのキリスト教は固めねえだなっていう程度の思いで、やったと。うんうん そうか。しかも1995年の10月にすでにアメリカの議会がエルサレムは首都で大使館早く移せっていう法律を作っちゃった。はいうん、そうなんです、ね。それを半年ずつ遅らしてるから、俺別の新しいことしたわけじゃないで。はい、みんな止めたものを止めるだけの話だっていうぐらいの調子なんだけども、これで何起きるかわかんない。しかも日本として怖いのは、アメリカ今中東と二正面作戦できないから北朝鮮で あアメリカが情報する可能性出てくるんですよ。これが我々にとってはすごく心配。<ス>そのすごく心配なニュースなんですけど、それはあの7時台でお願いします。はい、はい。佐藤さんは続いては7時からです。はい。今朝のコメンテーターは、作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんです。佐藤さん、北朝鮮の問題をちょっと伺いたいんですが、はい、アメリカのティラーソン国務長官が非常に気になる発言がありまして、 北朝鮮と前提条件なしで対話する用意があると。はい。え、今まではあの、まず核の放棄え、これが前提だったんですけど、え、これを取っちゃったというようなことで、あの、首間近とも言われたティラーソンさんなんですけど、この発言の重大性っいうのはどの程度のもんですか非常に大きいと思います。当時がね、規定方針なの。規定方針え、どういうことかというと、ええ、ちょっと例違いますが、ガダルカナル戦。 はい。日本は白兵突撃で少しずつ部隊を逐次投入してたんでしょはい。あれはどうしてかええ。最初から決戦やったと負けること分かってるから。逐次投入をして現場ももう勘弁してくれ。はあ、大本営ももう無理だっていう形になったところで、<え>転身っていう形で撤退する。はあ、だから撤退ができるような体制を全部整えたんで、<え>あれ玉砕戦じゃないんですよね。ええ。それと一緒。はあ、北朝鮮の核はもう認めざるを得ないと、 ティラーソンは思ってたし、トランプは当初思ってるの。おお。それなんだけども、途中でね、トランプは売り言葉に買い言葉の人だから。ええ。トランプ一回怒ったことあるでしょ。ええ。俺は奴のことをチビとかデブとか言ってないこと。言ってななんで俺のことを追いぼれって言うんだと。あれで怒ったわけ。あの野郎俺を追いぼれと言いやがって締めたのか。そういうのが気になるみたいですね。それものすごく気になる。だから、そういうような形になってティラーソンは、ちょっとやめましょうよ、そういう言葉と。ということは、はい。 トランプの親分も、はい、これは了解済みの、あの、条件で,ですもちろんです。これ重要なことは。ティラスーさんが勝手に言ってるんじゃなくて。じゃない。<ー>だから、これはトランプが言ってると見た方がいいです。そうしたらあれじゃないですか。もう重大なる政策転換じゃないですか。そういうことです。そういうこと。ええ。重大なる政策転換で、これから北との接触が始まっていって、っ落としどころは前提なしっていうのは今のまんまで。 これ以上やるなよ。すなわち、はあ、大陸間弾道ミサイル。<っ>これは作るなと。はあ、あと核の小型化もするなっていうことだと思うんですよ。うん、先ほどおっしゃったエルサレムの二正面作戦。はい。それ無理だから、あの北朝鮮の方はもうまとめちゃおうという。<laughs> そういうことです、そういうことです。 だからもう雰囲気として言うとね、おっとエルサレムで手つけたら、あれいめんどくさいことになったなと。この辺はカチコンとガチャガチャしてるから、こっちの静かにしてなって。なおめえうまくやってくれよテて言ソンんよって。じゃあ、こういう感じですよ。安倍さん、鳩に豆デッポじゃないですか。うーん、だからそこのとこであんまりかっこよくないですね、我が国は。えらくかっこ悪いですよ、それだって。ものすごいかっこ悪い、今。うん。アメリカともでも最高の圧力を北朝鮮にかけて、はい。ね。そして向こうが。でもね。 えなんとか話をさせてくれようと。言うまで締め上げてってのトランプってそういう人じゃないですか。それ分かって付き合ってなかったのっていう話で。昔あの映画で人気なき戦いってありましたよね。あれがお前だけやで拾うのとか言って、あの、金子の坊が言っていて。それで途中になると、ほら知らんほら知らんと。こういうような感じのあの雰囲気で。泣きの親分みたいな。あの泣きの親分の感じでトランプを見とくとね。悪い人じゃないんだけども、あまりそのことは、 あの、筋がガタガタになるような平気でやる人だと思ってた方がいいです。これがアメリカファーストの、そうう、あの、特徴ですよ。国連の事務次長はい。ルトマンさんでしったっけはい。あれが北朝鮮行ったっていうのも、あの、重要な梅払いやったんですかはい。梅払いで、窓口作んないといけないよ、窓口開けてねっていうことで、これ、ティラーソンとかこの辺の動きが全部繋がってます。それだから、大きい形で実に残念なんだけどね、みんな、あの、借り上げた、 あの、ちょっと太った、キム・ジョンウンさんの、<laughs> いやいやあの手のひらの上で我々みんな踊らされてるわけ。うん、結局さ、その決着の付け方としては、佐藤さんが前から推理してたのと全く、 同じ、ね。その方向なんです。解決になるどうしたかって言ってね。うん、我々は合理的に発想するんだけど、ええ、個人主義で生命市場主義でしょ、ええ、北朝鮮は目的達成のためは合理的だけど、人の命も平気で奪うし、個人主義ないから。はあ、合理主義だけで、個人主義と生命市場主義がない国っていうのは、短期的には強いんです。ええ、そうか。 だから、その意味においては、気合い負けなの。うん、向こうは人間の命大切にしないし、ええ、個人の立場っていうのは全然尊重しないから。ええええ、だから、当、ええ、中央が言ったらその通りやれと、教えた通りにやれだから。あ,ある意味で、金正恩もシナリオ通りに進行したなと思ってる。え、思ってる。思ってる。やっぱり俺が強気で出たから。やっぱり安倍さんは鳩にまべてっぽじゃないですか。だから、すごく今かっこよくないんだから、何それかあんまりこのことについては言及しないでみんな下向いてるって感じですよね。そうか、ん。だから、 はいそうです。ヤジウマニュースネットワーク今日は佐藤勝さんです。さそれではですねえ今日もねお届けしていきます。まず最初はですねこのニュースから参ります。愛媛県にある四国電力伊方原子力発電所三号機の運転差し止めを求め住民が申し立てた仮処分の即時報告審で。 東京電力福島第一原発事故のあと交際段階での再稼働や運転を禁じる司法判断は初めてです。ということで えー、高等裁判所の判断としてはということなんですが、1万年というね、非常に気の遠くなるような時間をですね、えー、それを例にとってるんですよね。では、詳しいところをまず、日本放送報道部の森田工次解説委員です。はい。愛媛県伊方町にあります、四国電力伊方原発3号機は、去年8月に再稼働しまして、現在は定期検査中で停止しています。来年1月に送電再開、2月に営業運転に入る見通しです。 ですが、広島市の住民らが運転の差し止めを求め申し立てていた仮処分について、広島高等裁判所は昨日、運転を差し止める決定をしました。広島高裁の野上裁判長は、熊本県の阿蘇での大規模噴火が起きた際に、原発がおよそ130キロの距離にある点を重視しました。で、およそ9万年前の阿蘇カルデラでの噴火で、火砕流が原発の敷地内に到達した可能性が小さいとは言えないと としまししして立地に適さないと判断しましたまた原子力発電所の新しい規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断についても不合理だと指摘していますこの決定について住民側弁護団と菅官房長官です極めて重要な交際決定で勝ったということは極めて極めて重要な歴史的な転換点だと思います独立さ原子力規制委員会が 世界最高水準の新規制基準に適合すると判断したものであり、政府としてはその判断を尊重するという方針に変わりはありません。 ま、政府としては、あくまでも司法の判断であり、原子力規制委員会が認めた原発の再稼働を進める政府の方針に変わりはないと、平成を一応装ってはおります。はい、また、四国電力の方は、広島交裁に異議、それから決定の効力を一時的に止める執行停止、この二つを申し立てる方針なんですが、うん、今回差し止めを命じた野上裁判長は、今月下旬に定年退官となりますので、<お>はい、次は別の裁判長が審理を立て 担当するという見通しなんですねいや、表現悪いけど、最後っぺかましたみたいな、そんな感じですよね。へえ。これ、佐藤さんどうですか私素朴に日本列島ってよくあの、はい、火山列島の上にね、はいえー、乗ってるだけなんだと、えー、極端に言うとそういうふうに表現する人もいますけども、はい、この1万年のレンジで、えー、9万年前ですね。ねあ、9万年か。9万年9万年。はい 9万年前だ。そうだそうだ。まあ、ざっくり、ざっくり、約10万年前ですね。<laughs> ね。それで、えー、あそでドーンとあると、えー、それがこう、言い方に影響を与えるという、これどうですか それはだって、あの,あの、もしかしたら、あの,あの、大きな隕石が落ちてきたから恐竜が絶滅したようなことがあって、隕石が落ちてきたとは言えないとか、いろんな心配って世の中、長いレンジで見ればいろいろありますよね。そもそも論で、この種の話は裁判に馴染むかどうかっていうことだと思います。逆の話出しましょうね。例えば、沖縄の、あの、辺野古の新基地建設問題です。はいはい、あれに関して、オナが沖縄県知事負けましたよね。ええ それだから今もう司法で決まったから淡々とやってるっていうことになっても、これ沖縄との圧力ものすごく強まっていますよ。はい、政治的に判断しないといけないことだと思う。ええ、だから、今度弱金でここのところで司法の方で決まったからこれで、うん、あの、絶対だと言ったって。 私は司法のお世話になりましたからね。鈴木宗男事件で。私あの時の判決とかその心理状況のところで、ええ、実態からどれぐらいかけ離れたか当事者とて一番よくわかってますから。ああ申し訳ないけど裁判官っていうのはね、ああ政治的な事柄とか経済的な事柄とか、ええ、ましてや科学の世界で9万年前に何があって、ええ、そのリスク管理がどういうことかって、わかる人じゃないの。 あ,あの人たちは世間の常識で物事を判断するっていうのは仕事なの。それだから世間の常識からすれば、国民感情からすれば、原発、 ない方がいいと。うん、確かにそうですよね。うん、ただ、エネルギー政策全体のところとして、それどうするのっていうことを考える。えーえー、こういったことっていうのは、これは国の仕事。うん、ただ、国が言った通りにやれっていうことだったら民主主義社会ではない。ならば、みんなできちんと話し合ってコンセンサスが出て、そのコンセンサスを守るっていう政治プロセスでやらないといけないんで、裁判で勝った負けた。 っていう、こういう方向で考えてるってこと自体が、政治の責任の放棄だし、それから市民として市民の権利の放棄だと思う。<ー>だから私はこの裁判に訴えるってやり方が、国であれ、えーえー、その、あの、市民団体であれ、えー、あまりもいいやり方と思わない。この問題はあくまでも対話、コンセンサスを目指すべきだと思いますよね。 これだけど大ニュースで交際の段階で初判断って言ってね。はい。ええー。あの、新聞なんかすごくウェイトを置いてるわけですよ。ええー。今までなかったことっていうのみんなびっくりして大きく扱いますからね。うん、ただそれが国全体のエネルギー政策としてどうかっていうことは少し距離を置いた冷静な判断必要だと思いますね。ああ。なんかあれですか、菅さんはああいう言い方してますけども、 あの、少し政府の方の、あれですかね、えー、響きはあるんですかね、こういうのって。まあやはり、あの、世界一厳しいという原発の新しい規制基準に適合していたというような、現規制委員会の判断に疑問符を司法が投げかけるのかというところは、多少動揺はしているようですね。なるほどね。あの、天が起こってくるんじゃないかってって、いつもビクビクしてるって、あの、落語がありましたよね。はい。ねえ、それと同じだって言ったら怒られますけども、 あのまあでも長期的な考えればあの太陽系が終わるときには地球が膨張するから恐れ、ね、地球が吸収されるか、ええ、あるいはあの引力が弱くなって相当遠くに飛ばせられると、ええ、あの生物生きられなくなりますからね<ー>そういうリスクというのは常に長いスパンで見るとあるんですじゃあこのもうじき体官の野上さんという方はあのそれはそれは歴史に名前残したし。 それから今後あの引く手あまたの講演会たくさんあるでしょうねだから彼としてはもしかしたら合理的な判断だったかもしれない <laughs>、はあ、非常にえ佐藤勝さんのクールな見解ですねはい続いてはこちらですアメリカ南部アラバマ州で12日上院議員の補欠選挙が投開票され民主党候補が大接戦の末わいせつ疑惑が浮上していた共和党候補を破って勝利しました 強力な保守地盤のアラバマ州で民主党が上院の議席を獲得するのは四半世紀ぶりです。 はい森田さんはいアラバマ州で上院議員の補欠選挙が行われて民主党候補のダグジョーンズ元連邦検事63歳が共和党候補のロイムーは元アラバマ州最高裁判所長官70歳を破って勝利しました得票率の差はわずか1.5ポイントでしたで、共和党の敗北で上院の議席は共和党が51民主党49と一層白昼しまして共和党が重要法案で困難な調整を迫られ れるのは必死で,すで、すこの共和党のムーアさんという候補は、地方検事法時代のおよそ40年前に、14歳の少女の体を触ったと報じられまして、複数の女性が、10代の時に性的嫌がらせを受けたと名乗り出ておりました。で、共和党内ではもともと保守強硬派、過激な主張のこのムーアさんの擁立に反対意見も根強く、セクハラ疑惑でさらに出馬撤回を求める声も上がっていたんですが、トランプさんはその反対を押し切って、えー、指示を打ち出したんですが、 ということになりましたアラバマ州は去年の大統領選ではトランプさんがクリントンさんに三十ポイント近い大差で勝利した伝統的な保守地盤だけに共和党の衝撃は大きいそれからトランプさん本人のセクハラ疑惑についても先日セクハラされたと訴える女性三人が記者会見して連邦議会に調査を求めているんですね、うんはい、佐藤さんおっしゃるところのローカルルールはもう通用しなかった通用しないということだと思いますね,ね実はつい数年前にね、えー ある女性編集者から聞いたんだけども、えー、その当時、えー、教育を担当する閣僚、それとあったら挨拶代わりのをしに触られたって、えー。ええー、ええ、そうですか。<laughs> 挨拶、ね、女の訴えろって言ったんだけども、<laughs> あの、なんとなく、ういやーっていう感じだったんだけども、あるいは外務省でもね、後輩から、なんとかっていう大使にダンスしてくれって言ったら耳舐められたと。どうしたらいいんだと。こういうようなことっていうのが、やっぱり閉鎖空間の中では横行してるわけですよ。しかしそれがいよいよできなくなってきたっていう、こういうことですよね。それでね、倫理に時効はないですから。 すごい昔のことをね、はい、えー、訴えられて。はい。そうすると、それについてあの、ミートゥー現象が起きて。そう。私も、私もというような。で、それで日もそっちもいかなくなっちゃうね。そう。うん、あの、それで、あの、それその種のことっていうのは、大体加害者は記憶してないですからね。ええ、ね焦れちゃってる、ね。被害者はずっと覚えてますからね。うん、でも、倫理に時効はないっていう新しいルールが入ってきてるんです。はいはい、今、ね、連想ゃいました。うん、ですから、この種の話は、絶対に時効はないと。そういうことですよね。だけど、トランプさんも、 なんだかんだって言われ始めてきてると、トランプさんすこれ結構より面倒なことになりますね。ただしね、うん、トランプさんってものすごいダーティーなイメージがあるでしょ。なんか、モスコアでは ロシア人の女性を集めて黄金シャワーとかやったとかそういうような噂最初にね、だからおしっこ出すのを見て喜んだっていう、そういうような噂で洗礼されてるでしょ、映像で撮られてると言ってね、そういうようなダーティーなイメージがあるから、トランプがセクハラをちしたと言ったって、それに関して、意外感はないんですよね、ひどいやつだと思ったけど、やっぱりかと、それに対してクリントンさんのような、清潔なイメージで奥さん大切にしてるように見えて、 不適切な接触があったと断じてセックスはしてないとしかし口でみたいな感じになるとものすごいイメージ悪いでしょだからスタートが悪いっていうことでトランプ得してますねああなるほどねだけど上院これやばいですねでしたねまずいです非常にこれだからエルサレムとかで頑張っちゃうんですよ逆にああ51対49になっちゃったんですけどねひどい状態です佐藤勝さんでした 今その分中国人ですよね、はあ、それからあの,あのベビーシッター、ええ、まあ昔パレスチナ人だったんですが、今はフィリピン人です、ほと<え>んどん、はあはあ、そういう変化はありますけども、ええ、キリスト教徒のアラブ人とは、基本、あのユダヤ人たち仲良くやってるんです。じゃあ、あの外見上見ただけじゃ、この人は何の宗教なのか分かんない全然分かんないです はあ、じゃあ、うっかりしたことできませんね。うっかりしたことできないです。それだから、はあはあ、あの、アラブ人だからって言って、これ拘束しちゃえっていうようなことで、ええええ、あの、もし、キリスト教徒のイスラエルの、ええ、あの、アラブ人捕まえちゃうと大変なことになるんで、はあ、この辺はね、非常にイスラエルも実は慎重なんですよね。はあ、それから、パレスチナともともと仲悪いわけじゃないんです。かつてはアラファトさんともすごく仲良くやってたんです。一時あやりましたね、はい、手打になったことが。はあ、問題はこのハマスなんですよ。 はあ、要するに、イスラエルは、パレスチナを認めてないわけじゃないんですね。ええ、実自治政府もあるし。るところが、このハマスという人たちは、イスラエル人は存在したらいけないと。はあ、ユダヤ人を消し去るっていうことが目的ですから、はあはあ、これ対話以前の話ですよね。ねまず、大前提として双方を認め合うっていうことが必要なんですよ。うんええええ、そうか。じゃあ、うんと翻って考えれば、あの、平和に暮らす、 要素もあるということですね。もちろんそれは可能なんです。だからそれから考えるとね、今、あの、トランプさんはアメリカの内政中の理由で、おちょっとロシアゲートがやべえなと。ええ、俺のコアな支持層のよう新イスラエルのキリスト教派固めねえとなっていう程度の思いで、やったと。うんうん そうか。しかも1995年の10月にすでにアメリカの議会がエルサレムは首都で大使館早く移せっていう法律を作っちゃった。はいうん、そうなんです、ね。それを半年ずつ遅らしてるから、俺は別の新しいことしたわけじゃないで。はい、みんな止めたものを止めるだけの話だっていうぐらいの調子なんだけども、これで何が起きるかわかんない。しかも日本として怖いのは、アメリカ今中東と二正面作戦できないから北朝鮮で アメリカ情報する可能性出てくるんですよ。これが我々にとってはすごく心配。そのすごく心配なニュースなんですけど、それはあの7時台でお願いします。はい、はい。佐藤さんは続いては7時からです。はい。今朝のコメンテーターは、作家で元外務省主任分析官の佐藤正さんです。佐藤さん、北朝鮮の問題をちょっと伺いたいんですが、はい、アメリカのティラーソン国務長官が非常に気になる発言がありまして、 北朝鮮と前提条件なしで対話する用意があると。はい。え、今まではあの、まず、核の放棄え、これが前提だったんですけど、え、これ取っちゃったというようなことで、あの、首間近とも言われたティラーソンさんなんですけど、この発言の重大性っいうのはどの程度のものですか非常に大きいと思います。ただしで、ね、否定方針なの。て、うん、定方針え、どういうことかというと、ええ、ちょっと例違いますが、ガダルカナル戦 はい。日本は白兵突撃で少しずつ部隊を逐次投入してたんでしょ、はい、あれはどうしてか<え>最初から決戦やったと負けること分かってるから。逐次投入をして現場ももう勘弁してくれ。はあ、大本営ももう無理だっていう形になったところで、<え>転進っていう形で撤退する。はあ、だから撤退ができるような体制を全部整えたんで、はあ、あれ玉砕戦じゃないんですよね。<え>それと一緒。はあ、北朝鮮の核はもう認めざるを得ないと、 ティラーソンは思ってたし、トランプは当初思ってるな。おそれなんだけども、途中でね、トランプは売り言葉に買い言葉の人だから。トランプ一回怒ったことあるでしょ。俺は奴のことをチビとかデブとか言ってないけどなんで俺のこと追いぼれって言うんだと。あれで怒ったわけ。あの野郎俺を追いぼれと言いやがってしめたのかと。ういうのが気になるみたいですね。そういうのものすごく気になる。だから、そういうような形になってティラーソンは、ちょっとやめましょうよ、そういうことと。ということは、はい。 トランプの親分もこれは了解、はい、で、えー、高等裁判所の判断としてはということなんですが。 1>, 1万年というね非常に気の遠くなるような時間をですね、えー、それを例にとってるんですよねでは詳しいところをまず日本放送報道部の森田工次解説委員ですはい。愛媛県伊方町にあります四国電力伊方原発3号機は去年8月に再稼働しまして現在は定期検査中で停止しています来年1月に送電再開2月に営業運転に入る見通しでしたですが広島市の住民らが運転の差し止め を求め申し立てていた仮処分について広島高等裁判所は昨日運転を差し止める決定をしました広島高裁の野上裁判長は熊本県の阿蘇での大規模噴火が起きた際に原発がおよそ130キロの距離にある点を重視しましたでおよそ9万年前の阿蘇カルデラでの噴火で火砕流が原発の敷地内に到達した可能性が小さいとは言えないとしまして立地に適さないと判断しましたまた原子力 原子力発電所の新しい規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断についても不合理だと指摘していますこの決定について住民側弁護団と菅官房長官です極めて重要な交際決定で勝ったということは極めて極めて重要な歴史的な転換点だと思います独立した原子力規制委員会が世界最高水準の新規制基準に適合すると判断したものであり 政府としては、その判断を尊重するという方針に変わりはありません。 ま、政府としてはあくまでも司法の判断であり、原子力規制委員会が認めた原発の再稼働を進める政府の方針に変わりはないと、平成を一応装ってはおります。はい、また、四国電力の方は、広島交際に異議、それから決定の効力を一時的に止める執行停止、この二つを申し立てる方針なんですが、うん、今回差し止めを命じた野上裁判長は、今月下旬に定年退官となりますので、<お>はい、次え、次は別の裁判長が審理を担 するという見通しなんですねいや表現悪いけど最後っぺかましたみたいなそんな感じですよねへこれ佐藤さんどうですか私素朴に日本列島ってよくあの、はい、火山列島の上にね、はいえー、乗ってるだけなんだと、えー、極端に言うとそういうふうに表現する人もいますけども、はい、この1万年のレンジで、えー、9万年前ですねねあ9万年か、はい、9万年。<laughs> 9万年 9万年前だ。そうだそうだ。だざっくり、ざっくり、約10万年前ですね。<laughs> ね。それで、えー、あそでドーンとあると、えー、それがこう、言い方に影響を与えるという、これどうですか それはだって、あの、もしかしたら、あの、大きな隕石が落ちてきたから恐竜が絶滅したようなことがあって、隕石が落ちてきたとは言えないとか、いろんな心配って世の中、長いレンジで見ればいろいろありますよね。そもそも論で、この種の話は裁判に馴染むかどうかっていうことだと思います。逆の話出しましょうね。例えば、沖縄の、あの、辺野古の新基地建設問題です。あれに関して、オナが沖縄県知事負けましたよね。 それだから今もう司法で決まったから淡々とやってるっていうことになっても、これ沖縄との圧力ものすごく強まっていますよ。はい、政治的に判断しないといけないことだと思う。ええ、だから、今度ジャッキここのところで司法の方で決まったからこれで、うん、あの、絶対だと言ったって。 私は司法のお世話になりましたからね。鈴木宗男事件で。私はあの時の判決とか、その心理状況のところで、実態からどれぐらいかけ離れるか当事者として一番よくわかってますから。申し訳ないけど裁判官っていうのはね、政治的な事柄とか経済的な事柄とか、ましてや、泉の、あの、条件で条もちろんですこれ重要なことは。テラソーさんが勝手に言ってるんじゃなくて。じゃない。だから、これはトランプが言ってると見た方がいいです。そうしたらあれじゃないですか。 もう重大なる政策転換じゃないそういうことです。そういうこと、ええ、重大なる政策転換で、ええ、これから北との接触が始まっていって、ええ、落としどころは前提なしっていうのは今のまんまで、ええ、これ以上やるなよ。はあ、すなわち、大陸間弾道ミサイル。ええ、これは作るなと。はあ あと、核の小型化もするなっていうことだと思うんですよ。うん、先ほどおっしゃった、エルサレムの二正面作戦。はい。それ無理だから、あの、北朝鮮の方はもうまとめちゃおうという。そういうことです、そういうことです。ほう,うだからもう雰囲気として言うとね、ええ、おっと、エルサレムで手つけたら、あれはめんどくさいことになったなと。はあ、これはカチクンパガチャガチャしてるから、<laughs> こっちの静かにしたなって。なあ、おめえうまくやってくれよ、ティラソンよって。<laughs> じゃあ、こういう感じですよ。安倍さん、鳩に豆鉄砲じゃないですか。 うんだからそこのところあんまりかっこよくないですね、我が国は。えらくかっこ悪いですよ、それだって。ものすごいかっこ悪い今、今、うん。うん。アメリカともども最高の圧力を北朝鮮にかけて。はい。ね。そして向こうがでもね。ええ。なんとか話をさせてくれようと。ト言うまで締め上げて,てるんなんってトランプってそういう人じゃないですか。 それ分かって付き合ってなかったのっていう話で。あ<ー>あの昔あの映画で仁義なき戦いってありましたよね。えーえー、あれがお前だけやで拾うのとか言って、あの、金子の坊が言っていて、<laughs> それでどっちになると、ほら知らんほら知らん <laughs> とこ。こういうような感じのあの,あの雰囲気で泣。泣きの親分みたいな、ええ。あの泣きの親分の感じでトランプを見ておくとね、悪い人じゃないんだけども、あまりそのことは、あの、筋がガタガタになるようなことは平気でやる人だと思ってた方がいいです。これがアメリカファーストの ああそうすると、とあの、国連の事務次長、はい、ヘルトマンさんですったっけはい。あれが北朝鮮行ったっていうのも、あの、重要な梅雨払いやったんですか梅雨払いで、窓口作んないといけないよ、ええ、窓口開けてねっていうことで、これ、ティラーソンとかこの辺の動きが全部繋がってます。ええ、それだから、大きい形で実に残念なんだけどね、ええ、みんな、あの、借り上げた、 あの、ちょっと太った、金正恩さんの、あの手のひらの上で我々はみんな踊らされてるわけ。<laughs> いやいやうん、結局さ、その決着の付け方としては、佐藤さんが前から推理してたのと全く同じ解決になる、ねな。どうしてかって言ってね、うん、我々は合理的に発想するんだけど、ええ、個人主義で生命至上主義でしょ。ええ、北朝鮮は目的達成のためは合理的だけど、人の命も平気で奪うし、個人主義ないから。 ああ合理主義だけで、個人主義と生命至上主義がない国っていうのは短期的には強いんです。ええ、そうか。だからその意味においては、気合い負けなの。うん、向こうは人間の命大切にしないし、ええ、個人の立場っていうのは全然尊重しないから。ええええ、だから、党中央が言ったらその通りやれと教えた通りにやれだから。あ,ある意味で金正恩もシナリオ通りに進行したなと思ってる。い、思ってる。思ってる。 やっぱり安倍さんは鳩にまべてっぽじゃないですかだからすごく今かっこよくないんだからあんまりこのことについては言及しないでみんな下向いてるって感じですよねはそうかだからはい,いそうですさあそれではですね、えー、今日もねお届けしていきますまず最初はですねこのニュースからまいります 愛媛県にある四国電力伊方原子力発電所3号機の運転差し止めを求め住民が申し立てた仮処分の即時広告審で広島高等裁判所は昨日運転を差し止める決定をしました東京電力福島第一原発事故の後交際段階での再稼働や運転を禁じる司法判断は初めてですということで 科学の世界で9万年前に何があって、そのリスク管理がどういうことかって分かる人じゃないの。あの人たちは世間の常識で物事を判断するっていうのは仕事なの。それだから世間の常識からすれば、国民感情からすれば、原発、 ない方がいいと。確かにそうですよね。ただエネルギー政策全体のところとしてそれどうするのっていうことを考える。こういったことっていうのは、これは国の仕事。ただ国が言った通りにやれっていうことだったら民主主義社会ではない。ならば、みんなできちんと話し合ってコンセンサスが出て、そのコンセンサスを守るっていう政治プロセスでやらないといけないんで、裁判で勝った負けた。 っていう、こういう方向で考えてるってこと自体が、政治の責任の放棄だし、それから市民として市民の権利の放棄だと思う。<ー>だから私はこの裁判に訴えるってやり方が、国であれ、えーえー、その、あの、市民団体であれ、えー、あまりにもいいやり方と思わない。この問題はあくまでも対話、コンセンサスを目指すべきだと思いますよね。 これがだけど大ニュースで交際の段階で初判断って言ってね。はい。ええ。あの、新聞なんかすごくウェイトを置いてるわけですよ。ええ。今までなかったことっていうのみんなびっくりして大きく扱いますからね。うん。ただそれが国全体のエネルギー政策としてどうかっていうことは少し気を置いた冷静な判断必要だと思いますね。あ、はあ。なんかあれですか、菅さんはああいう言い方してますけども、 あの少し政府の方のあれですかね、えー、響きはあるんですかね、こういうのって。まあやはりあの世界一厳しいという原発の新しい規制基準に適合していたというような、原子力規制委員会の判断に疑問符を司法が投げかけるのかというところは、多少動揺はしてるようですねなるほどね、あの天が起こってくるんじゃないかって,って、いつもビクビクしているってあ落楽がありましたよね、ねそれと同じだと言ったら怒られますけども。 あの、まあでも長期的に考えれば、ううあの、太陽系が終わるときには、地球が膨張するから、ねええ、おそらく地球が吸収されるか、あるいは、ええ、あの、引力が弱くなって相当遠くに飛ばせられると、はい、あの、生物生きられなくなりますからね。<ー>そういうリスクっていうのは常に長いスパンで見るとあるんです。じゃあこの、もうじき体幹の野上さんという方は、あの、あそ,れそれは歴史に名前残したし。 それから今後あの引く手あまたの講演会たくさんあるでしょうねファ<え>原発の人も <laughs> だから彼としてはもしかしたら合理的な判断だったかもしれない <laughs> はあ、非常にえ佐藤勝さんのえクールな見解ですねはい続いてはこちらですアメリカ南部アラバマ州で12日上院議員の補欠選挙が投開票され民主党候補が大接戦の末わいせつ疑惑が浮上していた共和党候補を破って勝利しました 強力な保守地盤のアラバマ州で民主党が上院の議席を獲得するのは四半世紀ぶりです。 はい、森田さん。はい。アラバマ州で上院議員の補欠選挙が行われて、民主党候補のダグジョーンズ元連邦検事六十三歳が、共和党候補のロイムーは、元アラバマ州最高裁判所長官七十歳を破って勝利しました。得票率の差はわずか一点五ポイントでした。で、共和党の敗北で上院の議席は共和党が五十一、民主党四十九と一層白昼しまして、共和党が重要法案で困難な調整を迫ら。 で、この共和党のムーアさんという候補は、地方検事法時代のおよそ40年前に、14歳の少女の体を触ったと報じられまして、複数の女性が、10代の時に性的嫌がらせを受けたと名乗り出ておりました。で、共和党内ではもともと保守強硬派、過激な主張のこのムーアさんの擁立に反対意見も根強く、セクハラ疑惑でさらに出馬撤回を求める声も上がっていたんですが、トランプさんはその反対を押し切って、えー、指示を打ち出したんですが、 とということになりましたアラバマ州は去年の大統領選ではトトランンプさんがクリントン、はい、今朝のコメンテーターは、元外務省主任分析官、現在作家の佐藤勝さんです。おはようございます。おはようございます。佐藤さんのお話っていうのはね、本当に具体的な話でね、面白いなぁと思うんですが、はい。あの、首都エルサレム、はい。トランプさんが、え、え大使館にいてんだって言って大騒ぎになってますけども、はいはい、あの、先日のニュースでね、 あの、東エルサレムだったと思いましたけども、1万4000個のね、住宅を建設すると。はい、いや、ネタニヤフさんはやること早いなと思いましてね。で、これ、あれですかあのー、もう、完璧に。 規制事実化そういう考えですね。そういうことなんですか規制を制すあの、もうあっという間に規制事実化しちゃうと。それ東エルサレムって今まで、ええええ、あの、建物作ったりとかユダヤ人が、ええ、あの入ってくっていうのを抑制してましたから。ああ、そうですか。で、一気稼星にやっちゃうっていうことでしょうね。1>, はーはー1万4000くらいだったら、ええ、あのー、東エルサレムまだ土地ありますから、あと、地上、ええ、屋さんみたいな入ってきますからね。は あのー、できちゃいますね。<laughs> そうですか。それで私ね、素朴に聞きたいんですけど、はい、前そのイスラエルのね、ドキュメンタリー番組見てたら、はい、あの、イスラエルのね、なんかちょっとこう、お金持ち風の家のですね、はい、庭とか塀とかっていうのをね、パレスチナ人間一生懸命作ってるんですよ。はい。えー、ああいう、なんか僕は、あの、いつも敵対してんだとばっかり思ったら、 あんな光景というのは珍しくないんですかえっとね、今はパレスチナ人はそこのとこあんまりいないんです。どうしたかというと、あの、ハマスっていう人たちが、あの、ガザ地区を占領してそこで、あの、テロを行うようになりましたからね。はい。ベルリンの壁よりももっと高い壁を作っちゃって、人の流入をほとんど止めちゃってますから、今は今、庭師でいるとしたらアラブ人なんですけども、パレスチナ人じゃなくて、イスラエル人のアラブ人で、何キリスト教徒。 え、ちょっと待ってくださいよ。イスラエル人のアラブ人いるんです。キリスト教徒はい。あの、イスラエルのシェッケルってお札見るでしょはあはあ。そしたらね、ええ、ヘブライ語としてのアラビア語が書いてあるの。あ、そうなのイスラエルはアラビア語もこういう語なんです。へ<ー>えそれで、イスラエルには、ええ、あのパレスチナ人以外に、ええ、アラブ人のキリスト教徒が結構いるんです。アラブ人のキリスト教徒ね、ええ。これはもう昔からいる。 アラブ人のキリスト教徒で、カトリックとかプロテスタントとか正教とはちょっと違う。5世紀ぐらいに分かれたね、古いキリスト教徒いるんです。それ、だから教会結構あるんです。わけわかんないですね。でもね、仲良くやってるんですよ、結構。あの、イスラエルってみんなびっくりするんだけども、金曜日の日没の瞬間からね、例えばエレベーター各界停止になるんです。どうしてですか火の大きさを変えたらいけないというヤ教の戒律があるんです。火って火です。ファイヤー ええ、それで電気もファイヤーなんです。それだから、休みの日は全部自動的に各界に泊まるエレベーターに切り替わるんです。はあはあ、だから高層ビールなんか何十分もかかるんです。50階とか行くのに。金曜の夜から。金曜の夜から土曜の日没まで。それで、はあ、レストランでユダヤ人は、ええ、あのー、戒律によって一切仕事したらいけないんです。その日お祈りしてないといけないんです。<laughs> うん、でも、世俗的なユダヤ人はお祈りとかしないですけどね。ええ、でも働いたらいけないんです。そうしたらね、ええ、ホテルとか、ええ 運営できないと困るでしょああ<ー>、そうですね、そうですね。全員アラブ人になるの。ええー、だからシェフも、ベッドメイキングも、<ー>あの、フロアマネージャーも、フロントも全員アラブ人になる なんか随分際どいんですね、いろいろと。そうなんです。それだから、はあ、あの、一週間に一日分アラブ人の雇用が確保されてるわけなんです。であ、逆に言えばね。給与も非常にいいですしね。あ、そうなんだ。だから決してアラブ人とユダヤ人いつも喧嘩してるわけじゃないわけなんですよ。はあ、で、一昔前と比べると、このパレスチナ人の数は減りました、ええ、テルの関係で。ええ、その分、例えば、昔は作業現場なんか行くとほとんどパレスチナ人。